ミンガラバー皆さん、こんにちは。和京のアレンです。今回の動画では論辞についてお話ししていきたいなと思います。ヤンゴンにお住まいの日本人の方にとってはもちろん論辞は1回はもしくはもう愛用して愛着を持ってつけている方もいらっしゃると思いますが、初めての方もいると思いますので、そもそも論辞とは何なのかということについてお話しして、着用方法までアレンなりに伝えていきたいなと思います。よろしくお願いします。そもそもまずこの論辞、こちらが論辞って言われるものなんですが、そもそもロンジーとは何なのかというと、ミャンマーの伝統衣装のことで、このこちらの男性もののことをタソと呼んでて、女性もののことをタメインと呼んでて、呼び方が変わっています。で、男性の方だとこちらの方、布をこういう感じで縛ってこのおへそのところ止めるのが普通なんですが、女性の方だとこちらの腰の方にピタッと止めるって形で、男性と女性用でロンジーの付け方を変わっています。で、こちらの下の方をロンジーと呼ぶのに対して、上の方をエンジーと呼ぶことがあります。で、ロンジーっていうのは、この民族によって色も柄も変わってて、実はミャンマーには135というすごいいろんな種類の民族がいて、有名なものと、シャン族だったりとか、ビルマ族、カチン族、チン族っていったものが、部族が未だに残っている国なんですが、この部族によって、この柄だったりとか、こういうデザイン、色も全く変わってくると言われております。で、このミャンマーのこのロンジーの職場環境とか、こういった場所によってちょっとロンジーが持つ意味が変わってくるので、そこについてお話ししたいなと思います。まずこのロンジーがもし職場だったりとかだとすると、その職場がもしも看護師とか病院関係だと、このロンジーの色が赤とか茶色のロンジーと義務付けられているとか、そういうふうに決まっています。で、エンジンの方が白色と決まっています。学校の方だとあれも見かけるんですが、小学校とか中学校の生徒を見てみると、先生もそうなんですけど、ロンジーは必ず緑色なんですね。で、エンジーが白色という形で、この働く場所によってこう全く着るロンジーの色とかこのタイプが全く変わってくるっていう風なのもミャンマーの中でよく見かける光景です。それからすごく一部なんですが、この学校ではロンジーの女性の場合、今自分の着てるのは全く NG とロンジー全く違う種類のものなんですが、女性の場合セットアップでもう上から下まで全くセット のロンジーを売ってたりするんですが、そのロンジーをセットアップのロンジーだけをしか着ちゃダメっていう学校もあるって聞いてて、このロンジーっていうのがすごく職場環境とかこう生活いろんなところでまた意味が変わってくるなっていうのがアレンが生活してて分かりました。はい。で、今回このロンジーなんですが、早速付け方を皆様に伝授というか、おさらいという形でお見せしたいなと思います。アレンもあまりロンジー着ないので、この、上手な方でないですけど、ローカルの方から教えてもらった方法をこう皆様にお伝えしたいなと思います。まずこちらがロンジーって、まずこういう感じのなんかすごい空洞になってて、なんかこういう布なんですね。こういった布で、それを男性の場合とこっち端っこを掴んで、こうやって片方ずつか、こうやってこの布をわざと余らせるんですね。で、ここを強く引っ張ってこう回してから、ここの余った布を中に入れるんですね。で、こう下に下げていって、この余った布を全部中に入れていくって形で、こちらのこの玉の部分、この球体の部分がうまく形が作れれば作れるほど、なんかローカルっぽいというか、巻き方ですぐ外国人だなってバレてしまうとは思うんですけど、こういった感じであればローカルの方に習いました。はい。で、ちなみになんですけど、このロンジーは1万チャットしたんですけど、ロンジーっていうのは大体本当に値段もすごい安いものが高いものまで様々で、こちら1万チャット高い方ですね。日本円して750円とかする高いやつなんですけど、こちらのロンジーは、これは3000チャットで購入してました。はい。これが3000チャットで、これが1万チャット。本当に色も柄も全く違って、本当に皆様のお好みによるんですが、まずロンジーってどこで買えるのかなっていうことなんですけど、ロンジーは大体いろんな店、デパートには必ず入っているというぐらい、どこでも買えるんですが、最近ミャンマーでは民主化が進んだためにロンジー専門店っていうのが以前に比べて少なくなってきているっていうのが現状です。でも未だにロンジー専門店は何個かあって、なんか最近 T シャツとか短パンとかが増えてきてるんですが、
もちろん、もし皆様がこのロンジーを探してて安くていいものを買いたいってなったら、アレンがおすすめするのはこのユザナプラザで、この下の概要欄にもあのユザナプラザの、あのリンク貼って、ブログ、YouTube ですね、貼ってますので、ぜひよかったら見てみてください。ちなみにこちらがスピリッツさんで買った、あの1万チャットで買ったやつで、こちらがユザナプラザで3500チャットで買いました。はい、どちらもすごくいいもので、値段というよりもデザインとか質とかが全く違って、どちらもすごく気に入っている商品なので、もしもロンジー探している方はユザナプラザ訪れてみてください。はい、で最後にあのアレンのロンジーをつけてみての感じるメリットなんですけど、ミャンマーって一年中通して、まあ、寒気も今日すごく暑いんですけど、もう見てわかると思うんですけど、すごい通気性良くて、こういった感じで涼しく過ごせるっていうのと、あとトイレとかもすごく、まあ、上げるだけですごく楽ですし、なんか密着してないので、布と、肌がそれもすごく涼しく過ごせるので楽なんですが、まあ、デメリットとしましては、もちろんアレンみたいに日本人というか外国人はこのローカルの方に比べてやっぱり巻き慣れてないので、すぐ落ちてきたりとかすぐほどけてしまうんですね。でローカルの方でも何回もこう縛って巻いてっていうのをやってて、それが面倒だなって思うことがたくさんあったんですね。それで今回少し初心者向けというか、ロンジーを初めて着る方に対して実際にアレンがやってた方法をお伝えしたいなと思います。それがこちらです。じゃじゃん。こちら普通の、ベルトなんですが、おすすめはこういった感じの細いタイプのベルトをおすすめします。こういったベルトを、まあ、これ本当に誰もやってる人見たことなくて、アレンが個人的にやってるんですが、こういった感じで巻きつけて、でこれを最後にここの方にまた入れてあげるとピタッて止まるんですね。出ることなく、こうビヨーンってなることなくピタッて止まるので、それをちょっと調整しながらこう服とかもこう出していくと、なんかあまり目立たなくなって気づかない人多いと思うんですね。これ横から見ると見えないですよね。ロンジの上にベルトがあるって見えなかったりとか、正面から見たら見れるんですけど、でもこれもこれで別にオシャレというか、そんななんかあんまり悪い印象ではないので、なんかアレンも最初ロンジ着たての時にはこうやってやってると一日中崩れずにいたので、そういうストレスがなくなったので、すごくあこれいいなと思って、ちょっと皆様にお伝えできたらなと思って、アレン流のロンジの着方です。はい、まあこれをやって見るのもいいんですけど、まあ、もちろんローカルに溶け込みたい方はもちろんベルトとかなしで何回も何回も練習して上手に履けた方がいいのかなと思います。はい、以上で今回ロンジについて の動画は以上となります。下の方に先ほどのご紹介もあったんですけど、ユザナプラザにアレンとマンダリンが行った動画を概要欄に貼ってますので、そちらの方の確認もよろしくお願いします。またコロナの影響についてもどんどん動画をアップしていきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。では失礼します。たったー。